ニーズがあっかどうかは知んねえけど、これだぜこれ。これすごいとかすごくないの話じゃないよ、これは本当に。この景色はね、おそらくだけど動画では伝わんないと思うな。このレンズの裏側の景色からさ、この切り取られた世界の周りに広がるこの広さだよね。すげえとかすごくないじゃないって、これは本当。ハエもいっぱいいるけど。果たして今日俺はここで魚釣りをできるのかどうか、正直自信がありません。釣らないで帰る確率の方が確実に高い。何をやってんだかね、アラスカまで来て。でもね、本当にすげえ場所っつうのはね、見る以外にできねえっつうことが分かったよ俺は。本当の大自然にはね、人間はコンタクトを取ることがおそらくできない。予測は立ててた。おそらくこういう感じだろうというね、この頭の中の想像図だよ。それをはるかに超えるね。俺は多分この世界の中ではミジンコ以下だね。それが分かった。そうとしか思えないね。昨日今日とさ、フライとか作って、まあシステム自体は変えてないんだけど、針とか曲げたりして、いろいろ魚を釣る野心をさ、持ってたわけよ。いや最初はね、ナプタウンラビットに行って針の確認をするつもりだったんだけど、満タンでさ、駐車場が。それでなんとなくね、今日は行けんじゃねえんかっつって思っちったんだよ俺が、ここにね。でね、駐車場に一回来てみたんだ。で、様子確認をして、空気を吸って、匂いも嗅いで、音も聞いて。そしたらね、なんかね、行けるっていう感じがしたんだよ。初めてね。おそらく10回近い、10回とは言わないでも、8回は、
この場所に来る駐車場の様子確認、空気を吸いには来てます。でね、今日はなんかね、出たんだよ信号が。これはね伝わんなくて結構。何分だ。お、5分。結構大したことねえじゃん。取れてっかどうか分かんないけどな。これが大自然だよ。笑いしか出てこねえ。これが大自然、これがキーナイ。一つね、重要なことがあるんだ。これはもしかするとブログで言ってねえかな。早く歩かない、これ重要、本当に。例えばワクワクする気持ちとか、帰り道なんか特にそうだけど、怖い気持ち、行くときはやっぱり早く目的地に着きたいっていう気持ち、そういういろんなものがあるんだけど、それでもゆっくり歩く、早く歩かない、本当に一歩一歩、足の裏の感覚、それをね感じて、自分で感じられる速度。高速道路、自動車の運転と一緒、100キロを超えるとね、視界が狭まって自分の容量を超えるんで、これは分かんねえやつには分かんなくて構わねえんだけど、80キロで高速道路を走るっていう意味が分かんねえやつには分かんねえよ。自分のスピードを超えない、重要、本当に。で、自分の容量というかね、自分の速度、そういうもんは遅い、それを超えないこと。正直こうやって喋ってても怖えよ。でもね、怖えからっつってね、ずっと車の中にいたって何にも変わんねえんだよね。これは怖え、危ねえ、そういうものはとても多い。あとは恥ずかしいとかね、そういうやつ、自尊心から来るようなやつね。
ここはやっぱり特別でした。キー内の中でも一番、間違いない。これは釣りをしなくても分かる。ここはね、キー内一、間違いない。ちょっとね、一個ね、思いついたね、名言みたいなのがあっから言っとく。あのね、今俺が見てる世界には解像度なんつうもんはねえんだよ。ハイビジョンだろうが、まあ、テレビ画質だろうが、そんなもんは関係ねえんだよ。この世界にはね、解像度なんつうもんはねえんだよな。って言ってみた。ああ、でももし俺のこの動画でなんかこうね、心に グッとくるものを持ってくれた人たちは来てみればいいと思う。本当に来てみればいいと思う。おそらく一般的な価値観では俺が言うほど危なくないと思うよ。保証はしないけど、俺は初めてで一人だから、何回も何回も安全を確認して、あ、もしこれでダメだったら俺はもう天に見放されてるなと思った。そこまで準備、心の準備をしてからしか俺は行動してねえのよ。それをね、普通の人がやんのはめんどくさいし時間もないし、そんなもん1ヶ月経っても準備が整わないものなんかある。ここなんか2ヶ月で。おそらくここはね、ラフティング、川下り、あれで見せてくれるはず。さっきの動画で下ってる人がいたっていうのもそうだけど、この上にね、すぐあんのよ、川下りのそのボートの乗り降りをするところがね。でこの下にすぐにもねあんのよ、ボートをねやるところが。多分きっと俺がこうやって見てる景色とボートから見る景色はまた違うのかもしれないけど、でもお金があったらボートでも見たいね。うわー、びっくりー。今の猟犬映ってっかな、意味わかるでしょ、猟犬。いい犬じゃないよ、猟犬。いやー、この時間は輝くよ、人生の中で。自分で言うのもなんだけどさ、
アラスカに来るなって俺何回か言ってると思うんだけど、来たいと思ったら来い。お前の世界を変えるものがここにはある。以上。何分だろうね、てってれって15分、こんなの誰が見んだろうね。しかしこういう動画ってどうなんだろうね、結構面白いんかな。まあいいや。